それの何が引っかかるんだ? Wait! What was that just now? Something's not right! Chihiro's body was definitely found in the girl's locker room, but does that mean... Can I really just accept what Byakuya said as the truth? No, I don't think so. There's definitely something. Scene of the crime! これだ! Togami-kun は Fujisaki-san を女子更衣室で殺したって言ったよね。でも本当にそうなのかな?現場が他の場所って可能性もあるんじゃないかな?まったく、お前にはがっかりだ。何を言い出すかと思えば、期待外れもいいところだな。See, he's like testing us or something. あいつは間違いなく女子更衣室で死んでいただろう。現場が他の場所でなどあるわけがない。だけど、他の場所で殺された後に運ばれた可能性だってあるんじゃないのかな。現場ごとさ。現場ごとだと。Oh, first time we see a look of slightly unnervedness on Byakuya's face. そこまで言うからには根拠があるんだろうな。うん、あるつもりだけど。Hey, Byakuya, did I just take you off guard? When the story suddenly moved to the crime scene, Byakuya, who'd been so confident up till now, cause now he really overlooked this part.Maybe Byakuya never even realized that the actual scene of the crime could have been somewhere else. Oi! Shokun らだけで勝手に話を進めるな! 殺害現場が他の場所とはどういう意味だ? Naegi, さっさとしろ! 現場が他の場所だという可能性があるなら、その根拠を言ってみろ! Evidence that shows the murder took place somewhere else, the poster and the carpet. Yes.Carpet. Oh, okay. So the poster. Something switched between the rooms. The poster. これだ。現場が他の場所だと示す根拠は、更衣室にあったポスターだよ。ポスターが根拠だと。女子更衣室にあったポスターってさ。巨乳グラビアアイドルのものだったんだけど、それってなんか変じゃない Maybe it's like a lesbian and gay school. だって、女子更衣室のポスターがグラビアアイドルのものなんてさ。巨乳じゃなくて、巨乳だったりして。それと、もう一方の男子更衣室に貼られていたのは、女子に大人気のアイドルグループ、トルネードのポスターだったんだ。これも男子更衣室にはふさわしくないよね。つまり女子更衣室と男子更衣室のポスターは互いに入れ替えられていると。それだけじゃないよ。二つの更衣室にはもう一つおかしな点があったんだ。そうだよね、大神さん。もしやプロテインコーヒーのことを言っておるのか。プロテインコーヒー。以前女子更衣室でのトレーニング中に床にプロテインコーヒーをこぼしてしまってな。されど事件後に見た時はそのシミがきれいに掃除されていたのだ。 No, it's not that the stain was scrubbed away. It was moved. これだ。女子更衣室のカーペットにあったシミは掃除されたわけじゃないんだ。男子更衣室のカーペットで見つかったよ。それは確かに我がこぼしたプロテインコーヒーの痕跡だ。ではカーペットまでもが入れ替えられていたというのですか。ですが何のためでしょう。犯行現場を男子更衣室から女子更衣室に移すため。そうは考えられないかな。何だ。つまり犯人は現場を入れ替えるために死体と一緒に血痕の付着したポスターとカーペットを移動させたんだ。そうすることで現場を部屋ごと入れ替えたんだ。確かにそう考えることはできますが、その行為にどんな意味があるのです。わざわざ現場を入れ替えるなんて、どうしてそんなことをする必要があるのでしょう。 Now we're getting to the meat。 いえ、それ以前に
本当の殺人現場が男子更衣室なのだとしたら、被害者である藤崎さんはどのようにして男子更衣室に入ったのですか？ Kyoko, help me out, man. 更衣室に入るにはカードリーダーに電子生徒手帳を通さなければなりません。ですが、女性である藤崎さんの電子生徒手帳では女子更衣室にしか入れないはずです。つまり彼女は男子更衣室には入れなかったはずなのです。いや、方法ならある。なんなら俺が教えてやってもいいべ。あ、because you know about the mailbox。 怪しいですわね。怪しくない、ビシッと教えてやる。その方法ってやつをな。 Is he right? Could Chihiro really have gone into the boys' locker room somehow? Okay. Whew! Broken e-handbook. That doesn't seem like... maybe we have to memorize a weak point. Fujisaki-san が男子更衣室に入る方法が。は、僕には分かったぞ。彼女は電子生徒手帳を改造したのだ。彼女は超高校級のプログラマー。それくらいはできたはずだぞ。いや、そうじゃねえって。あいつは玄関ホールのあれを使ったんだ。え、あれとは？もちろんクワタッチの電子生徒手帳だべ。That's not right, though. それは違う。いや、藤崎さんが桑田君の生徒手帳を使ったとは考えられないよ。It's a male one too, so it's no point. なんでだべ？壊れてたんだよ。玄関ホールにあった桑田君の生徒手帳は。Male and broken. There's a joke here somewhere. じゃあ無理だな。呆れるほどにあっさりだな。それ以前に他人の生徒手帳を使うのは校則違反じゃありません？ No? 校則にあったのは他人への貸与禁止だけだ。他人に貸すのは禁止だが借りるのは禁止じゃない。 I'm disappointed in you, Celeste. You should know that. つまり死人の電子生徒手帳をいくら借りようとも校則違反にはならないはずだ。そう、その通りなのです。だがそもそも壊れているのでは話にならんな。となるとやはり改造したのだな。超高校級のプログラマーの腕を使って。すごい、電子生徒手帳の改造は不可能だよ。 What did you say? 中に中を開けると防犯ブザーが鳴る仕組みなんで。 You could have told us this beforehand. 桑田の電子生徒手帳でもなく改造したわけでもないとなる。むしろ苗木誠殿の推理の方が間違い。被害者が男子更衣室に入れないならそうなっちゃうよね。 Oh right, we're talking about the male's room. That's why Leon's was acceptable. Is that it then? Chihiro was killed in the girl's locker room and Byakuya's the one who did it? Really? But still, I don't know what else I can do. ちょっと待って。Thank you! 苗木君の推理はいい線いってると思うけど。え？久々に口開いたと思ったら何言ってやがんだ。あいつは男子更衣室に入れねえんだぞ。どっとろ。どうして入れないって決めつけられるの？男子更衣室に入った可能性は残っているはずよ。ギリギリ君、それはどのような可能性だ？そうね、それを確かめるためにどうかしら、少し学級裁判を休憩しない？みんなを連れて行きたい場所があるんだけど。 We can do that? やっと、やっと。何言ってんのさ。その方が学級裁判も盛り上がると思うわよ。それはあなたにとっても好都合なはずだけど。 A field trip! 学級裁判が盛り上がるの？じゃあいいよ。学級裁判の中断を宣言しましょう。 This guy is so murderous, but sometimes he really just acts like a little kid. え、本当に？え、見せたいものってどこにあんの？つまんないものだったら許さないからね。
ご期待に添えると思うわよ。じゃあ行きましょうか。 So before I even knew what was happening, the class trial had been put on hold. We headed off with Kyoko in the lead. Are we really gonna go visit the corpse again? And where she took us was... Like how? I don't really, like, disrespectful, man. Yeah, especially the guys, they wouldn't really want to touch her body all that much. You want to check it again? Not you. Yeah, any decent guy wouldn't. Even a decent girl. I mean, even a girl would do that, right? Not do that.気持ち悪いとかそういうあれじゃなくて、これには宗教上の問題があるとかないとか。ならば我がやろう。でも女の子の桜ちゃんが死体に触るなんて、やっぱここは男子に任せた方が。いや、藤崎も男に触られるよりは女である我に触られる方がマシだろ。我に任せておけ。 Oh, Jesus Christ. This Genocide Jack is a secret otaku thing, too. Yuri Yaoi fangirl. Putting her hands together in a brief prayer, Sakura then began to quietly examine her body. どうしたの? Sakura's eyes were staring wildly at Chihiro's lifeless form. Her massive frame trembled. You guys made Sakura do such an indecent thing. では冗談だと言わず。本当なのか。男、藤崎さんが。おいおい、お前ら知らなかったの？そんなの最初からわかりきってることじゃん。 I just want to say that because it's an anime, like an animated thing. You'd be okay with making this sort of assumption. Like, I mean, remember in the very beginning, as soon as she spoke, I realized that her voice sounds a little off. But if I met someone in real life who dressed like a girl and spoke to me in that kind of voice, I would not question if that was a girl or a guy, right? Because it's really rude to do it in real life. It's just like how sometimes, I don't know if guys experience this too, but maybe sometimes if you're in a public washroom and you see somebody inside that is not wearing gender-conforming clothing, then you kind of have a doubt for a second, but because you're so... You don't want to be disrespectful, so you don't say anything about it. So I'm okay with everyone not having figured this out to begin with. なるほどね。グリグリさんが見せたいものってこれのことだったんだね。うっぷ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 。確かに面白くなってきたね。ほいじゃ。
テンションを持続させたまま裁判所に戻ってさっさと議論を再開させましょうか。長らくお待たせしました。ではでは学級裁判を再開します。衝撃の事実発覚、藤崎千尋は男だった。ではその続きからどうぞ。どんな理由があったかは知らないけど、藤崎千尋は女性ではなく男性だった。それは確かよ。To think that Chihiro was actually a guy. The thought had never even crossed my mind. そして被害者が男性だったなら男子更衣室にも問題なく入れたはずよ。奴の電子生徒手帳が男のものならそうなるな。 Oh, I like it. I like it when Byakuya looks troubled. Get that cocky grin off your face. もちろん男子の電子生徒手帳を配ってあるよ。藤崎君は男の子だもん。そうなると内儀君の推理通りだとしても何も問題ないわね。被害者は男子更衣室で殺され、その後女子更衣室に運ばれた。女子更衣室に入るときは前園さんや江ノ島さんの電子生徒手帳を使えば容易だったはずよ。Okay, I see now. The brokenness was kind of just throwing me off. I kept thinking that the broken one had to be the one that's stolen. But yeah, the killer could have just taken the girl's ones and put it back. では藤崎君が殺された現場は本当に男子更衣室だったのだな。相変わらず現場を移動させた意図はわからないけど、その可能性は高いでしょうね。そうか。妙だと思ったんだ。Yeah, whatever, man. Hindsight's 2020, blonde boy. あいつの体の感触、女の体の割にはどうも違和感があった。なんか興奮するシチュエーションね。I know. だがこれで繋がった。すべての謎がようやく明らかになったな。明らかになるも何も、あんたが犯人って流れだったはずだけど。面白い。実に面白いじゃないか。違う世界に行ってしまいましたな。それで内儀君はどう思うの？これでもまだ犯人は戸上君だと思うの？ No。 藤崎さんの死をジェノサイダーショーの犯行に見せかけたのは間違いなく戸上君だったと思う。だけど僕はやっぱり犯人は戸上君じゃないのかも。何よ、そもそも苗木誠殿が言い出しっぺなのに。だって戸上君の余裕の態度は謎が解けるのを楽しんでるみたいだ。まるで他人事だよ。そんな風に振る舞っていられるのって。実際に他人事だから。それに戸上君が残した証拠はなんていうかあからさますぎるんだよ。わざわざ延長コードを使うことで自分が関わった証拠をあえて残したような、そんな風に思えるんだ。それに君は殺害現場が男子更衣室だと知った時明らかに動揺した様子を見せたよね。藤崎さんが男だと知った時もだよ。本当の犯人ならそんなところで動揺するはずがないのに。なるほどな。そうか、明確な根拠がないのが気になるが。 Are you proud of me, Dad? まあいいだろう。とりあえず正解にしておいてやるか。正解？苗木の言う通りだ。俺は犯人ではない。たまたま最初に女子更衣室で死体を見つけたんであんな偽装をしてみたというわけだ。Why would you do that, you asshole? ふざけてんのか。 Oh my god, it's not even just about adding the aspect of challenge. It's just so disrespectful to be messing around with a body. ふざけてなどいない。これが真相だ。信じられるか。信じたくないならそれで結構。みんなで仲良く処刑にでもなるか。
もしそれが本当ならさ、じゃあ、あんたがどうして死体の偽装なんかしたの？そんな理由などどうでもいい。今は犯人を当てる方が重要なはずだぞ。おい、ナイギ、俺が犯人ではないなら本当の犯人は誰だというんだ？それはもう少し話し合ってみないとわからないけど。 That's right. まだ続けんの？もういいんでない？どう考えてもトガミッチが犯人だって。私は付き合うわよ。疑問があるならとことん話し合う。 Thank you, Kyoko, best girl. もしここで判断を誤れば、私たちはみんな揃って処刑されるんだし。そうですわね。では私もお付き合いいたしましょう。もちろん俺も参加するべ。君には意思というものがないのか。 Hey, class prez, aren't you all about justice? We gotta find out the bottom. We gotta find the bottom of this. 昆虫じゃねえし、意思くらいあんぞ。とにかくもう一度話し合ってみようよ。犯人を決めるのはその後でも遅くないはずだよ。確かにそうだな。命かかっちゃってるしね。それでは犯人当てゲームの再開といこうか。 But if Byakuya didn't do it, then who's the real killer? Who murdered Chihiro? There's one thing we can be sure that we know about the killer. The killer was able to get access into the real murder scene. The killer's guy. Can't read it!Since the crime scene was the boys' locker room, you would need a boys' handbook to get in, and Leon's was broken, so... Yes, the killer would have had to use their own. In other words, it had to have been a guy. But that's still not enough. I need to find some more clues. What does Celeste say?Celeste saw Chihiro outside the warehouse. I can't read that. Oh, was it just the first weak point? What?! How is that not new info?! Come on! Is it just this one? No! Okay, let's listen! Pay attention and listen! Listen! We're losing hearts! No influence! してたら最初ならば被害者の目撃でもよ。今は少しでも新しい情報。無理無理、どうせ被害者を目撃したのだって犯人だけだべ。 No! それは違うよ。被害者を目撃した人なら他にもいたはずだよ。そうだよね、聖司さん。そういえばそうでした。私が見ていましたわね。マジですか？ああ、この話は苗木君にしかしていませんでしたか。では皆さん知らなかったのですね。ですから醜く騒いでいらしたのですね。いいからさっさと話したまえ。昨日の夜時間になる直前でした。藤崎君を寄宿舎の倉庫で目撃したのです。藤崎君はスポーツバッグの中にジャージなどを詰め込んでおられました。おそらくその足でトレーニングに向かったのでしょう。スポーツバッグにジャージ？現場にそんなものは残されていなかったぞ。おそらく犯人が処分したのだろう、証拠隠滅のためにな。その時なのですが、彼は気になる言葉を口走っていたのです。 Well, I better get going. I'm kind of in a hurry. 藤崎君は確かに急ぐと言っていましたわ。 But it was nighttime already. 急ぐということは誰かと待ち合わせをしていた。そうは考えられませんか？
You could say that, but not the only possibility. つまり、藤崎千尋殿は誰かと待ち合わせをし、その人物とトレーニングに向かったと。我や朝比奈がいくら誘っても、一緒にトレーニングしようとはしなかったのでは。Now you know it wasn't personal. それは、正体がバレるのが嫌だったからだろ？逆に言えば、待ち合わせをしていた人物は、よほど信頼されていたのですね。大事な秘密がバレても構わないと思えるほどに。うるわしき友情ね。要は、その待ち合わせ相手が犯人で、それが誰なのかを突き止めればいいんだね。でも、これだけの手がかりじゃ簡単な。ついているじゃない。あ、もう犯人は分かってるじゃない。あれ？本当か？誰だ？誰が犯人だ？犯人が処分したスポーツバッグやジャージに注目してみるのよ。その特徴から考えれば、彼が誰と会ったかは明白になるはずよ。Wait, we didn't even find them though. 本当なんですの？ The items。すでに処分された証拠から犯人が判明するなんて。まさか指紋を調べるとか。道具もないの。素人の僕らには無理だ。そもそも証拠品はすでに処分されている。指紋を取るにも現物がなければどうしようもあるまい。 How did they dispose of it anyway? Cause it can't be this incinerator. Where else can you put it? それでも推理ならできるはずよ。は、話し合ってみろって言われても。じゃあセレスちゃんに聞くけど、そのバッグやジャージには何か特徴とかなかった？ It's blue.バッグは倉庫にある普通のバッグでしたわ。倉庫にあるバッグはその一種類だけですし、特徴と言われましても。我の記憶によれば、ジャージにはある程度の種類があったはずだ。ということは、藤崎の持っていたジャージに犯人につながる手がかりがあるのではないか。Please don't tell me blue means boy. 彼が持っていたジャージについて話し合ってみましょうか。Does Chihiro's track jacket really hold some clue about the killer? Somehow, it's really hard to believe. I don't know here. I will have to just follow along. そもそも藤崎千尋はトレーニングに行こうとしていたはずよ。そこで彼がどうしてあんなジャージを選んだのかしらね。あんなジャージとはどういう意味だ。分かったぞ。彼が選んだジャージは犯人が持っているものとお揃いだったのだな。 What? つまり犯人はあいつと同じ青いジャージを持ってんだな。 Hey, how did you know it's blue? それは違うよ。Mondo, no. ちょっと待って、大和田君。今の言葉はおかしいよ。おかしいって何がだ？だってさっきセレスさんが証言した時は。I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag, and then I assume he headed off to exercise. ジャージの色については何も言ってなかったんだ。藤崎さんの着ていたジャージが青だって知ってるの？ Oh no! Is it really you? 何言ってんだよ。おいセレス、藤崎のジャージの色とは何色だったんだ？確かに青でしたわね。その話、学級裁判前に誰かにした？私がこの話をしたのは苗木くんだけですわ。では大和田はいつ知ったのだ。藤崎千尋のジャージが青いということ。そりゃ捜査の時にそのジャージを見つけた。He doesn't want to believe his bro is the killer. いいえ、それはないわ。私たちが捜査を始めた時、バッグとジャージは
すでに処分された後だったはず。でそいつがジャージの色を知ってるのは、死ぬ前のチータンが持ってるのを見ていたから。それしかねえじゃん。チータンって藤崎ちゃんのこと？でどうなのよ、あんたはジャージを見たの？見なかったの？たまたまだ。昨日の夜たまたま見たんだ。あいつがジャージを持って歩いてるところよ。いや、それもありえないよ。だってセレスさんの証言によると。 Wait, you were in the sauna with Taka at that time, weren't you? She stuffed the jacket into her bag in a hurry. It was almost like she was trying to hide it. And just like that, she was gone. 藤崎さんはセレスさんに指摘された後、ジャージをバッグの中にしまったらしいんだ。だからたまたま見ただけじゃ、バッグの中のジャージの色なんてわからないはずだよ。墓穴を掘ったの？むしろそう仕向けたんだろう。そのためにあんなことを言ったんだな。藤崎千尋のジャージの特徴から考えれば、奴が誰と会ったのかは明白だ。なんてされごと。Oh, shut up, okay? Kyoko's on our side. You're just doing your own thing over there. なるほど。ブラフだったのですね。あなたの真の目的は、犯人の出現を引き出すことだったのですね。そのために、犯人が分かったなどと言って、動揺を誘った。そうよ。ただし、私は最初から、大和田君を狙い撃ちにするつもりだ。怪しいのは彼だと分かっていたから。Why is Kyoko so wise? Oh my goodness. Even throughout the whole time, we were like switching the person who's suspicious between Toko and Byakuya. She didn't say a single thing. People who have patience like her. I really admire that. どうして大和田君が怪しいと思ったの？さあ、どうしてかしら？ Because I hate him. The way he was acting, I guess.私が大和田君を怪しいと思ったきっかけは、大和田君、あなたが無意識かもしれないけど、男性と女性で故障が変わるのよ。Okay, then I really can't tell because it's freaking English text. 女性のことはあの女なんて呼ぶけど、男性のことはあいつと呼んでいたはずよ。そして殺人が起きた後、大和田君は藤崎千尋のことをあいつと呼ぶようになっていたわ。Oh, you know what? When I was editing the video, I did realize this when we were talking to Mondo right after Chihiro got killed. I was like, huh, why would... Like, the way Mondo talks is really casual, but I didn't link it to guy and girl. その時に思ったのは、大和田君は藤崎千尋が男だと知っていたんじゃないか。そんな些細なことに気づいていたと？あは、魔女！恐ろしい女ね。いいえ、恐ろしいのは私なんかじゃない。本当に恐ろしいのは人を、仲間を殺す人間よ。大和田君、本当に君なの？本当に君が藤崎さんを殺したの？殺してねえ。大体何なんだよ。さっきから聞いてる、揚げ足取ったり言葉尻取られた程度で。 I can't believe this. I think everybody had a pretty good view of Mondo before all of this happened. He seemed to be a really fun, you know, righteous guy. So this is making me really sad. 俺を犯人扱いするってのか？そうだ、兄弟がそんなことするはずがない。言いがかりに決まってる。確かに根拠としては弱いわね。そんなあっさりと。ですが困りましたわね。もう手がかりはありませんわよ。そろそろ出番かと囁いております。僕のゴーストが。そういえば山田君は言ってたよね、犯人の証拠を見つけたとか。Please have something substantial. Yeah, 冷静に考えてみると、
まり関係ないかもしれません。急に自信なくすなっつうの。いいから出してみ。そこまで言うならな。じゃあ、おお、You found it! はいはいはい、それは電子生徒手帳です。落ちてるのを見つけ、そして拾ったのです。You found it on the ground, right? Then it must belong to Chihiro! 確か、藤崎さんの電子生徒手帳って現場からなくなってたんだよね。ええ、そうだったわね。やはりそうでしたか。僕もそう思ってたんですよ。これは藤崎千尋殿のものではないかって。じゃあ、そこに犯人の手がかりがあるんだね。と思ったのですが、壊れてて起動すらしませんでした。 What? Also broken? How? Why? おそらく殺人が行われた後、犯人が証拠隠滅を兼ねて壊したのでしょう。How? だが妙だな。その電子生徒手帳はそう簡単に壊れないはずだぞ。ええ、その通りです。完全防水でショック耐性も強いから、めったなことでは壊れないはずなんですが。ですが、この電子生徒手帳は壊れていますわよ。玄関ホールにあった桑田君の電子生徒手帳もです。自信満々の割には壊れすぎじゃありません？うぷぷ、実はそこに謎があったりして。さて、どうして電子生徒手帳は壊れたんでしょうかね。 I have no clue. How did the handbook get broken? Not by hacking it. Both of them were hacking it. Those options.この電子生徒手帳には弱点があるって。ドキ、覚えてた。確かにそう口を滑らせたかもしれないけど、でも弱点の詳細は誰にも言ってないんだからね。だが、滅多なことでは壊れぬ電子生徒手帳が立て続けに2体も壊れているとなると、 Somebody knows the weak points。 誰かその弱点に気づいたとしか思えないわね。ねえ、モノクマは知っているのよね。その弱点って何なの？それを言えと？学級裁判をフェアに進めるためにも必要な情報だと思うけど。でも、それを教えちゃって真似する人が出てきたら困るからな。 Make it a regulation that you can't break any more from now on. いいじゃん、教えて。絶対に真似しないから。しょうがないな。お願いされると弱いんだよね。でも本当に真似しないでよ。じゃあ特別に発表いたしましょう。無敵な電子生徒手帳の唯一の弱点とは、長時間高温状態にさらされると、 The sauna ぶっ壊れてしまうんです。It's the sauna! やっぱり? だってこの電子生徒手帳はサウナに落ちていましたから。サウナの室温は摂氏100度にもなりますが、どうしてやけどしないのか不思議じゃありません？ It's actually a pretty good question! それは蒸発した汗の水分を含有する空気層が皮膚の周囲にできて皮膚を守ってくれるからです。おお。ちなみにサウナで高温の空気を皮膚に直接吹きつけるとやけどしますが。But the e-book, the e-handbook doesn't have that skin. これは皮膚の周囲の空気層が乱れるせいなのです。そのためサウナで動き回ると皮膚に痛みが生じます。ですので、サウナ内は静かにしておくようにしましょうね。なるほど、また一つ賢くなったぞ。どうでもいい豆知識ですけどね。でもさ、被害者の電子生徒手帳がサウナで発見されたってことは、もしかして犯人は狙って壊したのかな。
高温って弱点を狙って。Someone who visits the sauna a lot. Oh, Mondo. ではやはり犯人は知っていたのだな。電子制度手帳の弱点を。Remember his morning bath? でも犯人はどうやって知ったの？オノクマは誰にも教えてないって言ってたよ。謎ですな。偶然知ったんだとしたら？偶然とはどういう意味だ？犯人は何かの折に偶然サウナで電子生徒手帳を壊してしまった。 The broken handbook is Mondo's. He stole Leon's because his own one broke. そこで電子生徒手帳の弱点を知ったおかげで二度目の藤崎千尋の時は狙って壊すことが可能となった。可能性はあるかもしれんが、では誰がそれをやったんだ？サウナに電子生徒手帳を持ち込み壊してしまった人間など心当たりがあるかもしれない。マジでスカイだ。一人だけ心当たりがあるよ。電子生徒手帳をサウナに持ち込んだかもしれない人。おおタカ、おおタカ、おおマンド。It had to be someone who wore all their clothes into the sauna. It was... Oh... これが僕の答えだ。大和田君、サウナで電子生徒手帳を壊したのって君なんじゃないかな。なんだと？なぜだ？なぜそうなる？前に大和田君と石丸君はサウナで我慢比べをしたよね。その時大和田君は制服を着たままサウナに入ってたけどさ、あの時の制服には電子生徒手帳が入ったままだったんじゃないの？そこで大和田君は知ったんじゃないのかな、電子生徒手帳がサウナで壊れてしまったこと。Right on the money. I mean, I don't want to believe it either, but I found something that proves it beyond a shadow of a doubt. What did you find?内儀君の推理通りだとすると、大和田君は以前自分の電子生徒手帳を壊していることになる。つまり大和田君の生徒手帳が壊れていれば今の推理が正しいということになりますわね。俺の電子生徒手帳はちゃんと動くぞ。 It doesn't? それは違うよ。そもそも大和田君が持ってる電子生徒手帳って本当に大和田君のものなの？どういう意味だ？玄関ホールにあった壊れた電子生徒手帳、本当はあの手帳が大和田君のものなんじゃないの？いいよ、さっきから何を言ってるんだ。つまり大和田君は交換したんじゃないのかな、壊れた自分の電子生徒手帳と桑田君の電子生徒手帳。待って、小野熊も言ってたはずだよ、桑田君の手帳が壊れたはずないって。そうですね、あの程度のお仕置きでは壊れませんよ。つまり玄関ホールに置かれていたのは実は大和田君の電子生徒手帳で、そして今大和田君が持っているものこそが桑田君の電子生徒手帳ということですね。でも交換って校則に引っかからないの？他人に貸すのは禁止っていう。僕はこう判断しました。他人への貸与禁止という校則ではありますが、記入は他人なのか、いやもはや人ではないので、
It doesn't even- you don't even have to say that. The borrowing and loaning part is different, so... グレーゾーンですが、OK です。何より面白いので、OK にしました。よって、死人と電子生徒手帳を交換しても、ルール違反にはならないと判断しました。どうなの、大和田くん。今の推理が間違ってるなら、言ってくれないか。Nobody wants to think. Nobody wants to believe it's actually Mondo. Cause if it is, we'll be losing another one of our friends. 間違ってるなら、僕はそれでいいんだけど。おめえ。どうしたんだ、兄弟。言ってやりたまえ。間違いだと。そうだ。間違いだ。間違いに決まっている。今の推理はどこかが決定的に間違っている。全てお前のでっち上げなんだ。だったらもう一度最初から事件を振り返ってみようか。今の推理が正しいかどうか全てはそこで判明するはずだよ。コミックブック again? Okay. Chihiro got the duffel bag found by Celeste. Whoa. And then she saw that the bag...had a blue jacket inside. Chihiro left. They went to the gym. Something that everyone has. Ebook. Oh, no. Wait. Which locker room? Boys.Met with Mondo. The weapon that the killer used was a dumbbell. Why? We still don't have a motive. As the murder took place, some blood splattered onto the poster. Wait, that's not it. That one's like re-putting it on. It's this one.And then they started moving the whole place over. Which locker room? Girls. Carpets. No carpets? Oh, this thing?And then Byakuya came and then did all that shit. What did he use to disguise what happened? Oh my god, Byakuya is such a jackass. Where did the killer go after they were done? I don't know where they went, actually. Sauna! To destroy the handbook.Is it this one? Hanima, Kiminanda.青いジャージだよ。セレスさんはそれを見たんだよね。そのバッグを持った藤崎さんは夜時間にもかかわらずある場所へ向かったんだ。それは更衣室だよ。しかも男子更衣室だったんだ。でも女性だったはずの被害者がどうして男子更衣室に入れたのか。なぜなら彼女、彼は男だったからなんだ。だから自分の電子生徒手帳を使って男子更衣室に入ることができたんだ。男子更衣室で藤崎さんは誰かと待ち合わせていた。その誰かこそが今回の事件の犯人なんだ。
おそらく犯人は藤崎さんが油断している隙に凶器となるダンベルを使い。 Why?その時、男子更衣室のポスターやカーペットに血痕が飛び散ってしまったんだよ。おそらく衝動的な殺人だったんだ。準備してたとしたら計画性がなさすぎるからね。だから犯人は慌てて偽装工作に取り掛かったんだ。まず血痕のついたカーペット、同時にポスターも回収した。そして犯人は死体を女子更衣室に運んだんだ。女子更衣室に入るにはもちろん女子の電子生徒手帳が必要だけど、だからといって犯人が女子に限られるわけじゃない。玄関ホールには前園さんや江ノ島さんの手帳が置いてあったからね。それを使えば男子でも女子更衣室に入れたはずなんだ。そしてそうやって女子更衣室に入った犯人はさっき回収したカーペットとポスターを使いあることを行ったんだ。男子更衣室と女子更衣室の交換、つまり現場の交換だよ。今回の事件はそれだけじゃ終わらなかった。死体の第一発見者となった戸上君の介入によって事件はさらに複雑化してしまったんだ。現場に入った戸上君は図書室にあった延長コードを使ってあることをしたんだ。そうなんだ、戸上君は延長コードを使って藤崎さんの死体を貼り付けにしたんだよ。 Oh, I'm thinking back about it now. But when Chihiro first brought up Genocide Jack, Byakuya was the one who started piping up and giving us all these facts about him. Fuck. さらに、戸上君は被害者の血で現場に血文字を残したんだ。あたかもジェノサイダーショーの犯行だと僕らに錯覚させるためにね。そしてその頃、戸上君は偽装工作を行っている一方で、藤崎さんのスポーツバッグなんかを処分した犯人はサウナルームへとやってきたんだ。Wait, why was Byakuya walking around during nighttime then? Oh, because he's not following our rules anymore. Okay, fine. 最後の証拠品である藤崎さんの電子生徒手帳を処分するためにね。そして犯人の思惑通り、その電子生徒手帳はサウナルームの熱気によって壊れてしまった。犯人は知っていたんだよ、電子生徒手帳がサウナの熱気で壊れてしまうことをね。なぜなら犯人はその前に自分の電子生徒手帳をサウナで壊していたからなんだ。これが事件の全貌のはずだよ。そうだよね、大和田モンド君。Leon's handbook. Evidence that Mondo is the killer that already revealed itself earlier in the trial. If I can somehow show where Mondo's handbook is right now, once I do that, everything will become clear. Oh my god! No! Let's talk a little bit about fever time and nega time. Shit!During a BTB, if you press the space key, fever time will activate and the tempo will be forced to its max. Oh my god. Okay. At this point, if you push the buttons at random, you won't miss. So you can push. Okay, so it's basically like a
time limited power up. This only lasts until focus gauge runs out. Oh, of course it wouldn't be fair if only you got access to special time, huh? So we also prepared something called Negatime that your opponent can use. If the opponent activates Negatime during the bullet time battle, your tempo marker will disappear, making it quite a bit tougher to hit the buttons in rhythm. If you were to activate Fever Time at this point... Probably if you activate that, then everything will just be normal, right? Unsurprisingly, if your action difficulty set to gentle, the opponent won't use Negatime. Okay, well, we'll see it then, because it's not gentle. Oh, Taka. I activated it already. これで証明するよ。今までの僕の考えが当たってるなら、桑田君は壊れた自分の電子生徒手帳を桑田君のものと交換してるはずなんだ。だからここでみんなの手帳を確認し合わない。そうすればその必要はねえよ。Oh. Okay, that's great, I guess. But we're losing a bunch of our friends. What are you saying? ここまで来たら諦めるしかねえだろう。え、モノグマ、始めてくれよ。投票タイムってやつをよ。レギャー！待て、待ってくれ！嫌です。待ちません。Oh, what a fucking asshat。では、お待ちかねの投票タイムを始めます。お前ら、お手元のスイッチを押してください。And remember, you have to vote too, so Taka has to personally vote for Mondo. Well, he doesn't have to vote for Mondo because everyone else will. He can just vote for somebody. さて、投票の結果黒となるのは誰なのか。その答えは正解なのか不正解なのか。さあ、どうなんだ。Uh-oh, this time it looks like you got it right again! Yes, it is so! The blacken that killed Chihiro Fujisaki was... Ja-ja! Mondo Owada! In case you're wondering, the vote was not unanimous! Kiyotaka chose the wrong answer! He probably chose himself. You're treading very close to the danger zone, Mr. Ishimaru! You need to be more careful! I refuse to believe it! There's no way! No way he would kill someone! Sumane. Why are you apologizing? Why did you do it?